ジョイントストライクミサイルは、ノルウェーのコングスベルグディフェンスエアロスペースが、NSM をもとに、海 -35 向けに開発中の対艦、大地、巡航ミサイルである。試験飛行は2015年からカイ、海 -16 に搭載して開始され、2017年の完了を予定している。初期作戦能力の獲得は、海 -35 のブロック4がリリースされる2021年に、 期待されており、完全運用は2025年からの見込みである。2007年、ロッキード・マーティンとコングスベルグは、NSM の空中発射バージョンのための共同市場売買協定に署名した。この計画はノルウェー及びオーストラリアによって資金を供給されていた。2009年4月、コングスベルグは、JSM 開発の第1段階のための契約に署名した。 これは18ヶ月以内に完成するよう予定が組まれていた。2009年6月9日、カイマイナス35をプラットフォームとし、JSM を搭載することに両者を関与させるという協定が署名された。2010年4月29日、コングスベルグは、グリーンヒルズソフトウェア社のインテグリティ、リアルタイムオペレーティングシステムとマルチ、統合開発環境を選択した。 この開発では、さらに、グリーンヒルズプローブの高度なハードウェアデバッカと、ネットワーキングミドルウェアが利用される。2013年半ば、JSM 開発の第2段階が、設計審査に通って、技術開発を取り、設計の成熟度を技術準備レベル6まで引き上げられ、完成した。2014年7月、オスロの防衛物流機関は、コングスベルグに、 JSM の開発と海マイナス35への統合を完了する第3段階のための契約を結んだ。2014年7月15日、コングスベルグとレーセオンはアメリカ海軍の攻撃的対艦兵器のために JSM を提供するチーミング契約を形成したことを発表した。レーセオンはアメリカ市場向けの JSM を生成することが予想される。 海軍は2017年にもオスーアのための競争を開始する予定でその場合、ロッキード・マーチンのローラザムとの競争になることが予想される。2015年2月25日、オーストラリアが JSM の開発に協力すると発表した。2015年9月15日、オーストラリアは JSM の既存の赤外線シーカーを保管するためのパッシブム線周波数シーカーの開発資金を出し、 海マイナス35へのインテグレーションの資金も分担する契約を結んだ。2015年10月28日、海マイナス16を使っての飛行試験が開始され、最初の試験を成功裏に完了した。2017年4月7日、コングスベルグは JSM に新しい能力を統合するために1.5億、ノルウェークローネ相当の契約をオーストラリア国防省との間で結んだ。 NSM との違いには以下が含まれる。JSM はマルチコアコンピューターを搭載する予定である。これはアメリカのグリーンヒルズソフトウェア社が開発したインテグリティリアルタイムオペレーティングシステムを実行する。また、対地攻撃及び双方向通信ラインのオプションを装備する予定であり、装備した場合中央制御室、もしくは他の飛行中のミサイルとの連絡を取ることが、 可能となる。2014年に公開された MK41VLS からの発射に対応させた派生型。アメリカ海軍の攻撃的対艦兵器、オフェンシブアンチ、サーフェースウォーフェア、オスーはインクリメント2においてロッキード・マーティンのローラザムと競合する可能性がある。コングスベルグ社はノルウェーの潜水艦に JSM を搭載できるよう手法を研究している。 この手法として、ミサイルのスリム化、エアフレームの変更、新しいターボジェットエンジンの装備、エアインテークの回収、275km 以上の射程を目指すための燃料溶石の拡大、リンク16と互換性のある、双方向データリンクの組み込みなどの改良が予定されている。この潜水艦発射型は2014年にはポーランドで開催された第13回バルト軍事フェアボルト、 ミリタリーエキスポ2014において初めて模型が公開された。また、この際コングスベルグは潜水艦発射型に対して 300km を超える射程を目指していることを明らかにしたが、ミサイル艦シラジウムにより設定された制限値以下に維持することを計画している。JSM は 解マイナス 35A 及び解マイナス 35C の胴体内兵器層に2発を携行可能なほか、機外ハードポイントにも搭載可能である。前述の通り、解マイナス35での運用は、ブロック4から可能となる見込み。また、解マイナス35以外の航空機にも搭載できるよう設計されており、解 A マイナス18、解マイナス15との適合が確認されているが、 コングスベルグは顧客がいない限り実施することはないとしている。またコングスベルグはマレーシアのライマ2017でユーロファイター台風運の兵器パッケージに JSM を追加する計画だとし、すでに予備段階が開始されているとことを明らかとした。開発国のノルウェーのほかオーストラリアが2014年6月に JSM の購入に関心を表明している。オーストラリアは 以前より資金を供給し、2015年にはオーストラリアは JSM の開発への協力を表明したことなどから運用国となることが見込まれる。その他、韓国など他の海マイナス35運用国にも提案していく予定である。日本も導入を決定し、2018年度予算に関連経費を計上している。国内の離島有事に備えるのが、 主目的だが、自衛のために、相手国の基地などを攻撃する、敵基地攻撃能力の保有を念頭に置いているとの見方もある。ありがとうございます。